みんな大好きキャラクターが出るんじゃないこれ。私わかんない。ファイナルファンタジーね。あ、ファイナルファンタジーみんな知ってるのかな。ああ。助けるのに理由はいらねえっていう名言があるんよ。あの。いやできるよ。ちょうどよかった。ちょっと手伝ってくれよ。そこの台座を向こうへ動かしといてくれ。大会までにここもきれいにしとかなきゃな。押せる？だよね。できないよ確か。あんな重いの無理だって。行けるかな。うん。無理？あ、ちょいちょい。キャラは知ってます。お前来たらそんなに弱い男に。書きまくったらぐじゅぐじゅになりますよね。人違いか。こんなとこで何をしてる？ここはヒーローだけが集う由緒あるコロシアムだぞ。今は闘技大会の準備で忙しいんだからさ。子供は帰った帰った。想像できるか？このコロシアムで数々のヒーローやとてつもない怪物が大激闘を繰り広げる。ヒーローはおいらいるじゃん。そうだね、キーブレードに選ばれたヒーローだ。もちろんはおやまヒーロー、その小僧が。何がおかしいんだよ、俺だって戦えるさ。こんなもの一つ動かせないようじゃ。ヒーローと とてもおっさん。まあ力が強けりゃいいってもんでもない。いいだろう、試してやる。じゃあ試してしよう。テストです、英雄テスト。まあ余裕っしょ。ああ。あ、間違えた間違えた。どうだ、え、そりゃ。オーケー、楽勝。こ、え、いけ。余裕じゃん。いい腕前。やるじゃないか、手のひらが。これで俺も闘技大会に。そいつはいかん。なんで？答えは二言。お前たちはヒーローじゃないから。なんだって？ほう、問いこなしてみせる。雷の力。なんだよ、おっちゃん。まったく頭の固いヤギオヤジ。うわ、くつべら。いやいや、聞かなくたって君の言いたいことはわかるさ。大会に出場したいんだよな。歯です。でかっこいいじゃん。よしよし、それじゃこれをあげよう。チケット、うん、か、いいと思う。君の活躍、これ夫婦楽しみにしてる。違う、普通のディズニー。違うよね、ディズニーだよね。びっくりした。うん、仕方ない。大会予選にエントリーしてやる。今すぐ行きます。はい。大会予選。コロシアム大会戦。バトルだね、普通に。うん。終わり？終わり。これがキーブレードの力だ。オーケー。まだまだ言うと弁が悪くはないぞ。コーチした、おい、コーチしてたの、フィル。育てたみたいになってる。俺が育ってたみたいになってる。き、ね、たうわー、イケメン。イケメン。風格がある。あの男、かなりの腕前だな。お、いずれお前と当たるかもしれんぞ。クラウドですね。結構やるでしょ。やるでしょ。
思ったよりやるじゃないか坊主、あいつにも見せてやりたいよ。あいつ英雄ヘラクレス、あいつこそ本物の英雄さ。イカズチよ、ブー、クリア。あのガキが化粧の相手だ、必ず始末するんだ。雇われてるんですわ。死者の国の神ハデスが子供を恐れるのか。悪いが俺の契約は。ああそうとも、お前の契約は大会本戦でヘラクレスの生きる目を止めることだ。だが本戦に出るにはどの道あのガキと戦うんだろ。あのヤギオヤジもこう言ってる。ルール11、これはゲームだ。結果を気にせずぶち当たり。ゲームの結果がどうなると気にすることはない。勝ちてクラウド、うん、王者より陰気なやつめ。まあゲームの駒としてはあれぐらいがちょうどいい。うわ、なんか不穏な。かわいい。ちょ待って、やばいやばい、ちょっと待って、これクラウド来た。はい、倒します。イエーイ、クラウド大好き人間。クラウド好きなんだ。タケノコさん負けちゃった、うん、だ腹立つな。普通に腹立つな。負けちゃった。やめて。勝ったらなんかもらえたんかな。これもらえるやろ。マジ、うわ、ボス戦、ジョーさんボス戦です。クラウドすごいよね。そうそう、もう一つルールがあって、ゲームにアクシデントはつきもの。このままボスほい来たよ。アイテム使っちまったよ。あっ、ヘラクレス、ビル、その子を連れて逃げろ。そうじゃないかも。危ないところだった。死者の国の番人ケルベロス。番犬ですね。番犬。何て言った？番人。ヘラクレスならあの怪物も倒せると思うが。なるほど。いやいや、しかし万が一ということも。どうしたらいいんだ。助けに行こう。やば。いいや。セーブしてない。したよ。した？クラウド。あ、クラウドも下げてる。クラウドも。背中乗るんじゃなかったっけ？もう明日にします、泣き。いいか、坊主。アドバイスは二言。はい。もう一言は？うわぁ！え、これ見つけたわ。見つけてないわ。危ない。バーカー。やつぼせだ。オーケー。オーケー。2回目。オーケー。何も手締めた段階は。オーケー。オーケー。ボス2回目でクリア。乗った。乗りましたね。オーケー。一瞬乗った。インフェルノブレス。まあよか、まあぼちぼち寄ってここに行けたんじゃない。サクッとそうなる。まあぼちぼち英雄の卵、ヒーローの卵と認め闘技大会への参加を許可するものである。ちょっと、なんで卵だけよ。お前たちはまだヒーローの何たるかを心得ていない。こいつうぜえ、フィルうぜえ、こいつ。なに、それ。それは君たちが自分で見つけなければならない。よし、かつて僕がそうしたようにね。まあ、皆さんには見えてなかったと思うけど、今日普通によっしゃーってガッツポーズしました。勝って。なんか大会出れるようになるんだよね。そう。大会が開かれるのはしばらく先になりそうだ。それじゃあまた後で来るよ。バイバーイ。それにしてもよくあの坊主がケルベロスを倒せたもんだ。本当だよ、クラウド何だったの。あの子が飛び込んできた時は、
僕が散々痛めつけたところだったんだ。嘘やろ。本人には黙っておこう。そう、本当？ヒーローライセンス、本当それ？いた！クラウドいるよ。もう大丈夫なのか？ああ。でも、なんであんな奴の手先に？よっしゃ。人を探している。でもね、めちゃくちゃマジで捕まり。闇の力を利用するつもりで取引したが、逆に闇に囚われ光を見失った。見つかるよ。俺も探してるんだ。お前の光を。見失うなよ。ポーション、ポーションちょうだい。また勝負しようぜ。今度は闇の力抜きでさ。言うか。興味ないね。言ったー言ったー。ソニックレイブ来た。当初は違ったんか、ね、これもいつやろ。うちら学生時代の時やから結構前。もう 5,6 年前の話ですよね。強くて誰にでも優しく、ピンチに颯爽と現れる。おまけに甘いマスク。完璧だ、完璧な。ムカつき野郎だ。まあいい、これで駒が揃ったわけだ。あのガキせいぜいヘラクレスに鍛えてもらうがいい。次のゲームで二人まとめて片付けてやる。あんたは手を出すなよ。これは俺のゲームだ。好きなように押し、勝てるまで続けたらいいさ。それ勝つまでやったら負けねえから。